べるの少ない。いや、食べる量はあげると、はい、めっちゃ食べてくれるんですけど、自分で食べるしかも。刺激では食べないけど、食べさせれば食べる。はい、めっちゃ食べます。あ、そういうことね。はい、そう、手袋していいよ。ちょっと痛いです。いや、495。本当だ。497。体重は減ってないんだ。496だね。後ほど見させてもらいますね、この健康チェックをね。口の中の色どうです？光に当たった時は結構口開けて温まろうとしてる。あまり無理やり開けたくないし、そして100の3分やる。あ、すいません。今ちょっと5、1、2、3、5回まで出ると。でもここは実機じゃないわけね。でほとんどこれが水素で太顎を実機すると、そうですね、それの骨深いちっちゃいのがちょっとあって、大きいのどっちで大きいのどっちで、じゃあ大きいのが、まあ、10粒、1日で20粒、ちっちゃいのが20粒、まあ、結構な量ですよね。じゃあ、まあ、体重がちゃめちゃくと増えてくるんで、この間からちょっと夜、朝1食とかにしたりしましたけど、そうですね、食べさせると、ね、でも自分ではなかなか置いて、もちろん置いてあるんですよね、双子とかを。置いてない。置いてない。今ちょっと置いてない。そうね、ナッパとか置いとくと全然、ペロッとするんだけど、全然食べない。ずっと置いとくのも痛んじゃうからさ、この栄養補助する前にはちょっと置いといてほしいです。する前だとお腹空いてるじゃないですか。で、食べんかったら栄養補助しようかなって考えてしてもらえると、時間があるね。うん、もう気候のさ、だって何の死んでも結構高いからさ、基本、うん、動きはまあそこそこはあるんですね。こんなに3個そんぼりしてるわけではない。同じとこから動かないから、ね、同じとこから動かない。あ、そうですか。でもなんかちょっと目つぶって昼間過ごすことも見えてきてます、うん、目つぶってることもありますね、昼間とか。あります、はい、お昼寝してるのかちょっと体調が悪いので。朝起きたら口になんかデバッとしたのがついてて、はい、今吐いた感じではないんですけど、うん、その後別に砂とかの口の周りに、まあ、ベタベタなんで多分砂がついてたんですけど、でもなんかその後別に吐いたりとか調子悪いって感じではないんで、はい、ネトッとしたのがついてました。じゃあ口なんか見たいけどな、なかなか口開けてくれるように透明のサラサラのなんか本当に色だれみたいな感じのやつがちょっと、はい、あネバッとしてた。あ、ネバッとしてたんですね。年々ネバネバして。やって。やって。あんまり。よいしょ。いや。いやって言ってるけど。いやって言ったら。ああ、ちょっとだけ見えた。ああ、見えた見えた見えた。やっぱ薄いっすね、まだ。まあ、どうしてもね、はい、本来の食欲じゃないじゃないですか。食べさせてやっとくっていう感じだからさ、ニンニク力がどうしても弱いと思うんですよね。そうすると、口内炎とかもなりやすいかもしれないですね。別に今見える範囲で口内炎があるようには見えなかったんですけどね。口内炎とかできるんですか？口内炎とかできるんですか？うん、あります。舌の炎症とかね。でも今見えた範囲の先端の下は、ちょっと色は薄いけど、別に綺麗だと思いますけど、
奥の方まで見えなかったから、食欲元気あり、これって全部栄養補助の話なんですかね。そうですね、基本的には栄養補助、まあ、最近もなんか本当に置いてあるのは食べたのはコオロギぐらい、もしかしてコオロギ食べ誘った時ぐらいなのか。最近はもうコオロギも食べてないです。あ、置いといて、あ、置いてはないんですけど、こうあげてるんですけど、でも反応することもないので、はい、最近コオロギあげてないんですよ。そうなんだ、体はだいぶ大きくなってんだけど、やっぱ貧血してるから、貧血してれば当然いろんな体の機能ってさ、酸素が十分送られないからさ。で、あのうんちは今日のうんち、はい、今日ここ来るときに、はい、車の中ですか、はい、うんち。で、検便はちょっと久しくしてないから、はい、じゃあいいですよ、はい、で、FT かけてください。スパイス、スパイスじゃん。最後のこう来ると元気なんですよ。ここに来ると嫌だから必死になっちゃうね。いいよ。で、FT お願いします。はい。しようかな。最初の時みたいにあえてクタッとなんかボケストリーとか出てくれないっていうか、ちょっと元気がない感じではないのではないんですけど、まあちょっとは元気、まあそれは食べさせてもらってるからね、1日1回か2回で、まあなんとかうんちも排泄物もね、1日1回か週に5回ぐらいかな、それ見てたら5回か7回ぐらい出てて、体重もちょっとずつ増えてってるからさ、今はなってんだけど、やっぱりさ、自分で食べなきゃいかんよね。くれんでもあり、じゃあ食べなくてもくれない、くれるから出ると思って食べないもんな、そういうとこ自分が本当に。まあ一回さ、あれですね、ご飯をさ、栄養補助するのをさ、ちょっと体重見ながらですけどね、一日一回にしちゃって、そうそう、24時間ないじゃないですか、自力で食べてるのは。やる前にはちょっと、15分か30分ぐらいさ、起きで、とにかく食べるように仕向けてみてもらいます、ね。でそんでも食べんかったらやっぱり栄養補助しないと多分体力落ちてっちゃうからさ、それをちょっとしてもらえると。でまあ食べてほしいものとしたら、そうですね、太あごとカルシウムふりかけのコオロギと、あとはそういう野菜、はい、草ですけど、野菜も自分で食べないんですよね。そうですね、この間ちょっと小松菜を置いて皿に置いたんですけど、全然食べなかったです。ちょっとお腹いっぱいなんて食べなかったかもしれないですけど、わかりました。木の下から降りて端っこの方に隠れていることが結構多いので、本当こんだけ気候は上がってくるね、気温が高くなってくる、この子たちは好きな季節だからさ、結構確か、何がいるんだって、イグアナいますよね、はい、全然違うでしょ、感じが。やっぱ気温が高くなってくる、そうじゃないですか、冬場に比べると動きが良くなってきてません。そう変わらないですか。どっちですか。いや、この子もさ、イグアナ、グリーンイグアナ。イグアナちゃんは、はい、でも基本なんか同じ、あ、なんか猫ケージ、三段の猫ケージで飼ってるんですけど、まあ、なんかいつもバスケットのところにいつもの定位置に乗って、まあ、うんちをしたくなると自分で降りてくるんですけど、そういう動きは自分でするので、ちょっと風格が違う。じゃあ、今悩んでるのはステロイドの量なんですよね、だいぶ下げてきてるからさ、まあこの量でいきます、はい、今の同じ量でね、でちょっとそういうことやってもらっても、なかなかさ自力で食いつかなかったら今度の時にちょっと上げちゃうかもしれません、はい、まあ、やるとしても2日に1回、はい、で今回は 4週間出してもらうんですよね、はい、はい、すみません、お願いします。4週間は出しますんで、じゃあもう今 0.04mm ってめっちゃ少ない量だからさ、はい、その量でだから 400g で 0.、パーキロ 0.1mg ぐらいかな。それでじゃあお作りはしますね、はい、はい、じゃあ便の方はちょっと今やりますので、はい、あのセッティング できたらまた見させてもらいますね、はい、はい、じゃあちょっとお待ちください、はい。